始まりました。ギリニチアイリズポーション、鈴木愛理です。ポーションイコール魔法の聖水のように、私のおしゃべりであなたを癒しちゃう魔法のようなプログラムです。さて、今日も一緒におしゃべりをしてくれるのはこの方、ミッチーです。よろしくお願いします。ミッチーさんです。よろしくお願いします。お願いします。相変わらずさくちゃんは見守っています。はい、ありがとうございますありがとうございます。コテンってしてるコテンコテン。さあ、今日もいっぱい喋っていきましょう。やっぱいっぱい来すぎてて答えられないんで。そうなんですよね。はい、いっぱい喋っていきましょう。ゆりさん、はい、1月には共通テスト、2月頭から中旬くらいまで大学の個別入試が詰まりまくってる。人生かなりの思い出になりそうな期間も笑顔になれちゃって元気あふれちゃう言葉ください。そうだね。あ、ですよね。やっていこう、それは。はい、ここで頑張った分がその何年か後の自分の背中めっちゃ押すのよ。これ私も本当に言えるんですけど、うん、受験のシーズンマジでしんどかったの。これ何回話してんのってぐらい本当にうざいかもしれないんだけど本当にしんどかったの。もうキュートとボーノと、仕事は楽しかったんだよ、体力的にね。仕事、キュートボーノ、映画、ドラマ、受験って全部やってたんですよ、うん、ほんでもうなんか塾ずっと寝てるみたいな、塾なのにもう眠くてしょうがない、頑張って塾行って睡眠3時間できたらいい方みたいな、そういう生活をしたんだけど、でもその時に頑張ったことが絶対今つながってて、あの時書き物一つでもお母さんに、あんた書き物ぐらい手を抜きなさいって言われたの、もう早く寝なさいって、うんうん、でもこの書き物を受け取ってその日の思い出だって言って楽しく帰ってくれる人がいたり、コレクションしたいなって思ってくれる人がいるってもう分かってる以上、手を抜くことは私の中でこうないのよ、可能性として、うん、だからすごい寝不足にはなったんだけど、でもその時から応援してくれてる人って今もいるし、あの時に自分の体力マックスを知っちゃったから、ちょっと怠けた時に疲れたなって思っても、でも何年か前の自分はこれ頑張って乗り越えてもう何段階も上をやってたんだよなって思うと、自分の背中を押してくれるから、そう思って頑張ろう。だから眠くなったら寝た方がいい、うん、うんうんうん、眠いって勉強するのが一番効率悪いから、眠くなったら寝るでもチョコ食べたかったら食べるもうそういう感じでいい感じに甘やかしながら自分と調整しながら頑張ってほしいなって。うーん、ゴーゴーレッツゴーどういや、ありがとうございます。次、ゆうちーさんから、萩原さんが一般人になって、おかえさんも事務所を辞めて、モーニング娘さんみたいにアニバーサリー再結成が難しくなってしまったと思いますが、みんなと会ったりとか連絡してますか、うん、ということで、はあ、こういう質問ちょっとちょこちょこ来るんですけど、今まで答えずに来たんですけど、はいはいはい、連絡取ってます、はあ、もう言おうと思って、もう全然いいんだけどいつ言っても、うん、さっきもね、ナッキーと朝から電話しました、はあ、30分ぐらいこの前ヤジちゃんともテレビ電話したし、夜中2時ぐらいまで、うん、まいちゃんとも、去年は中島咲ちゃんと萩原舞ちゃんと私3人で、うん、まいちゃんがなんか私が行ってるジムの近所のジムに来てて近所すごい近いから、そうそう、なんか会おうって話から、ナッキーもその日東京に展示会かなんかかな予定があって、最終的に夜ご飯一緒に食べたりとかもしたし、千里からも連絡来てるので、うん、みんなグループラインはたまに動くし、そう、結構ね、それこそ舞ちゃんとか千里とかの方が懐かしい昔のメイキング動画とかを懐かしくないって送ってきたりとかしてくれるからそういうの見て笑ったりとかしてます。平和めちゃ平和です。みんな元気、めちゃくちゃ元気、やっていくよ本当にやっていくんだからやっていくんだから。確かに再結成難しくはなっちゃいましたけど、まあ、まあでも、ね、そもそもね、もう再結成した時に全員が同じポテンシャルで踊れるかっていう話はあるんでねまあまあまあ、そうそう、それもありますわな、まあ、みんなが元気にしてればいつかあるんじゃない、おばあちゃんに会った時とかにキュートですみたいなそれでもいいかな、楽しくやっていきましょう。そうね、もっとみんな年を重ねたら分かんないね、うん、そう、私の大好きなスピードだって再結成してるし、確かに、そう、まあ、何があるか分かんないからね、全然予定ないけど、うん、今のところ、うん、でもなんか、まあ、いつかできたらいいですね、うん、メンバー間はみんな仲良しなので、
何かあるんじゃないかな、わかんない、何もごめん何もないから、ちょっとこれ匂わせても何でもないんだけど、期待しないでほしいけどでもなんか仲はいいです、みんなずっと仲はいい、はいはい、はい、大事な仲間です。はいはいはい、次、はい、じゅんさん、はい、上品な人と下品な人ってどっちが好きですか。上品な人次どんな質問、下品な人が好きな人おるんかな真夜中のメリーゴーランドはバンドサイドとダンスサイドに分けるとしたらどっちですか、はいはい、なんかどっちにもなりそうな気がしたので、これバンドじゃないですか。今のところ、まあ、なんかね、この曲で踊りたいっていう意見めっちゃ来てたんですけど、今のところダンスついてないので、はい、多分踊らないと思いますけどね。なるほど、歌の良さを知ってもらいたいなっていう曲です。ディソリューションみたいな感じになるんじゃないかな。J さん、はい、最近マスクもしてるせいか肌荒れで悩んでいます。愛理ちゃんのスキンケアや日頃気をつけていることはありますか。うん、ねえ愛理ちゃんもね、最近ね、私自分のこと最近愛理ちゃんねっていうの、やめなやめなこれね、お母さんから言ってたの、確実になんとかちゃん泣いちゃうって、そうお母さんがいつも自分のこと言うの、へえ、泣いちゃう、なんとかちゃん泣いちゃうって自分の名前でね言うのよ昔から。それが最近映った、やばい、やめよう。私は本当に私はやりすぎだけど、私は本当何の話してたっけ、今何の話してましたっけ。肌荒れ、肌荒れ、スキンケア。あ、そう、私も最近ニキビができやすくなっちゃって、おや、でも気づいてるんですけど、私ね、昨年末ぐらいにハーブティーの調合に行ったんですよ、うん、モデルのジョニス・セーラちゃん の、 レイモデルのね紹介で、うん、なんか自分の体調とかに合ったハーブティーを調合してくれるところを教えてもらって、あれ健康宅だからそういうとこ行ったら体の調子が良くなるかなと思って、女性ホルモンとか自律神経とか整うって聞いたので行ったら、多分デトックスされてるのかすごい出るんですよ、一回物が、うん、そのニキビとかとなって吹き出物とかになって外に出てから綺麗になるから、そういうのってだから結構ね、最近ニキビできやすいんだよね、おでことかに、やだ。でも、もうあれだよ、向き合ういや、まあまあ向き合うんですけどね、向き合う、うん、それは向き合うしかない、向き合うんですけど、アイリもね、あんまできないからな。でも保湿、過度なスキンケアはしすぎずに、うん、でもちゃんと守るところ守ってあげるっていう、そういうスキンケアがいいかな。夏とか春は結構好きなもの、さっぱりしたものを使うんですけど、冬はもうガチ勢な感じのキュレルとか、そういうの使ってます。本当に鎮静作用が入ってて保湿たっぷりできるっていう、もうガチ勢のスキンケアをしてます。ちゃんとセラミド補給をして、ヒトカン細胞とかで自分の肌の根本から再生されていくものを選んでますね。うーん、男の人あんま分かんないかもしれないけど、だから本当にルルルンのパックのプレシャスっていうシリーズの緑はマジでおすすめ。22歳の人のヒトカン細胞を配合されてるらしくて、だから本当に私肌が揺らぐとそれやると結構治るんですよ、早い治りが。だから私はその大容量パックのやつ買ってるから毎日やってるけど、めっちゃおすすめですよ、ルルルンプレシャスの緑、深い緑、うーん、ぜひ何の広告みたいなぜひ、はい、ぜひ。山さん、モーニングルーティーンをご教授に願いたいです。言えない、ご教授願いたいです。だって山さん、私ね、これめっちゃ言われるんですよ、モーニングルーティーン、ナイトルーティーン出してみたいな。へー、マジで大したことないから出せないなんでよ、本当にごめんなさいっていうぐらい。起きるじゃないですか、はいはい、起きて顔洗って、うん、歯磨いて、はいはい、白湯飲んでバナナジュース飲んでコーヒー飲んで、はいはい、終わり。ん、それですモーニングルーティーン、私の。なんということでしょう、やばくない。そっからメイクしてハンド美容液とか塗って、いい香りだなとかやりながら塗ってみたいな、うん、本当にモデルみたいなやってないんですよ。時間にマジで余裕があるときはストレッチは朝もするけど、基本ストレッチは夜だし、うん、ナイトルーティーンの方が面白いかもね。ほう、ナイトルーティーンの方がちょっと変わってる、変わってないけど、ほう、お風呂浸かるんですけど、お風呂浸かりながら
あの、まあ、これ映せないけど、うん、入浴しながらマッサージをする、うんうんうん、温浴っていうか体温まってるうちにいろんなマッサージをしておいて、であのヒノキの香るボールを入れながら入浴をして、ここは温泉っていう気持ちになりながらお風呂に入り、であのボディーソープを使いながらまたマッサージをして、お風呂の中が結構充実してる、映せないけどだから充実していて、で、お風呂上がったら、ね、髪の毛とかを乾かす前にスキンキュレルのスプレーをバーってかけてからパックをして化粧水して乳液して、あと土台美容液とかも全部やるけど、やった後に髪の毛を乾かして、それで、あ、乾かす時前髪をちゃんと下に下ろしてから乾かして、でストレッチとかしてほぐしとかも全部やって、寝る前にザクロの原液をお湯で溶かしたものを飲んで、ほうほう、でその後に、あ、まあ後か前か分かんないんだけど、寝る1時間前ぐらいのタイミングで、それこそ調合してもらったハーブティーの寝る前に飲むと副交感神経がちゃんと優位になるっていうやつを飲んで、100ml ぐらい、あ、10? 100だ、 100ml ぐらい飲んで寝る。お部屋にオイル垂らして、あのいい匂いので、なんか小豆の力温めてお腹の上に乗っけて寝る。ナイトルーティーンめちゃあるじゃん。ナイトルーティーン怖すぎん？めちゃくちゃ怖じゃないですか。健康高すぎてさ、なんかあんま映せないんですよ。夜めちゃくちゃ映せないことばっかり。本当、半身浴中のマッサージとか 100% 映せない。そうで、結構だから夜が充実してますね。確かに、うん、みんなごめんね、モーニングルーティーンは多分一緒でないと思います。正直大したことやってないっていう。大したことやってない。バナナ食べてる時もあるし、逆にもうグラノーラに牛乳ぶち込んでるだけの日もあるし。なるほど。そうだよ。あ、お風呂上がり美顔器もやってるわ。結構やってるな夜。へー、夜結構充実してます。はい、じゃあ最後、あ、まあ先週のあのもうっていうやつ、はい、はい、今年牛年だからもうっていうゲームってことで、はい、1くすぐられてのもう、そう、もうみたいな、そう、2優しい牛のもうで、3怒ってる牛のもう、もう、もう、はい、これが答えです。もう1でした。はい、正解した方はいい年になります。おめでとうございました。はい、はい、ゲーム何にしようかな。あ、1個だけいいですか。バッチさんから2021年これだけはやりたいってことありますかっていうのがあって、よく考えたら先週あんまり今年の抱負話してないなと思ったんですよ。ああ、そうだったかもしれません。そう、なんか2021年の変な話、2020年も今まで通り目標を掲げて始まった1年だったけど、結構叶わずにというか、逆に想像していた、いなかった未来がいっぱいあったりしたと思うんですよ。うんうんうん、あの21年は、まあ、2020年にみんながこう予測不可能なことが起きるっていうことにちょっとこう慣れた年だと思うんですよ、うん、全員がね、はい、だから2021年はその適応能力を上げたい。もっとっていうのもあるし、はい、なんか自分的にもう2020年から動いてるプロジェクトがあの動き出すものもあるし、うんうんうん、結構スケジュール的にも2021年これやるんだっていう仕事とかが決まっていたりもするので、はい、自分的にはなんかもう始まってるって感じです。うーん、見えてきてるっていう感じはあるんですけど、うんうん、でもやっぱりもうライブはしたいね、単独ライブはね。いやもうさ、うん、時間がかかってさ、怖いのよ単独ライブするのが。怖い、なんか正直、はい、12月27日にカウントダウンジャパンがあるはずだったんですけど、あ、そこで久しぶりに自分の曲を30分ぐらいやるはずだったんですよ、うん、連続で、うん、それもちょっと緊張してて本当は私。あ、そうなんですか。なんか自曲を やってなさすぎて自分の曲を、人の曲カバーする方が今気持ち楽なんですよ。なんか自分の曲を歌うのがマジでどん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 先延ばしになると本当に怖くて、うん、もうその方が緊張するので自分の曲でやるライブをやりたいです。もう場所とかどこでもいいから、うん、単独ライブができるといいなと思います。やっぱり帰ってくるところは歌かなと思ってますね、はい、ぜひ皆さんその時遊びに来てください。
ということで最後にゲームをしたいと思います。やりましょうよゲーム。どれがいいですか？ねえちょっと聞いてっていうゲームとか。エミリーさん、はい。ねえちょっと聞いてっていうゲームで、はい。1、お仕事のお知らせをしなきゃいけない、ねえちょっと聞いて、うん。2、さくちゃんのドジったエピソードを思い出して、ねえちょっと聞いて、はい、3、時間オーバーしてるのに話したい、ねえちょっと聞いて。うわどれがいいかな仕事の知らせをしなきゃいけない時と、さくちゃんのドジったエピソードを思い出して、うん、まあその話を聞いてほしい時と、時間がオーバーしてるんだけど話したい時のねちょっと聞いて。じゃあ私これ勝手にもやるんで、ミッチーさんもクイズに参加してください。わ、はい、かりました、はい。じゃあ最後にこれをやりたいと思います。ということで、本日もお気に入りありがとうございました、はい、お相手は鈴木愛理とミッチーでした。ねちょっと聞いて。オーディー。